こんにちは。本日はですね、和歌山県は新宮駅に来ております。本日はですね、あの HC85 系に特急料金なしで乗れるということでやってまいりました。これはですね、年に一度しかチャンスが来ないので今から乗ってみようと思います。それではよろしくお願いします。一番上の臨海ってやつですね、16時1分発もうね、16時前なので早速乗っていきたいと思います。臨時快速は、2番線に止まっているみたいですね。2番線に止まっている列車は読み通り HC85 系ですね。前回来た時はですね、5年前だったんですけども、その時はですね、臨時快速はキハ85系だったので、今日も特急型サイバーだろう読んできました。いや、読み通りで嬉しかったですね。この車両はデビューしてから初めて乗りますので、すごい感動しましたね。中身もまだデビューしたてなのでめちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、いい感じです。それでは、新宮駅を発車しました。他の機動車と違ってですね、ディーゼル音が一定なのがちょっと違和感ありましたね。加速するときにですね、若干なんか回転数上がってるかなっていう感はあったんですけれども、やっぱりです、他の機動車の音に比べたら全然変化がない感じがしました。新宮駅を出ますと、しばらくするとですね、熊野川が見えてきます。この熊野川を渡るともう三重県に入るということになります。今日はですね、なぜこのような臨時快速が走っているかといいますと、熊野市の花火大会があるんですね。なので車内はすごく混み合っております。この臨時快速はですね、新宮熊野間をノンストップで結んでおります。この辺はですね、海の近くを走っているんですけれども、防砂林に阻まれてですね、なかなか海を見ることができません。若干ですけれども海を見ることができましたね。景色がですね、意外にも退屈なんで、これ速度どのぐらい出てるのかちょっと測ってみたいと思います。ゆっくり見てたんですけども案外出てましたね。60キロぐらいかなと思ってたんですけど。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の熊野市、まもなく終点の熊野市に到着となります。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。車内にお忘れ物ございませんよう、お手荷物お確かめの上お降りください。途中列車待ち合わせの影響で熊野市は3分ほど遅れて到着となります。電車遅れましてご迷惑をおかけいたしましたことは見申し上げます。3分ほど遅れて到着となります。車内にお忘れ物ございませんよう、お手荷物お確かめの上お降りください。こんな感じですね、お忘れ物ないようにと言われたんですけども、私の方やってしまいました。携帯電話というね、大きなものを忘れてしまいました。僕ね、結構ねこういうポカをするんですよね。小学生の時はですね、ランドセル丸ごと忘れたりとかね、もう豪快に忘れ物するような、人間なので、本当に気をつけないといけませんね。本当にね。前の座席にですね、コンセントかなんとかとかって書いてあったんで、どこかなと思って探したらこんなところにありました。ね、これって常識なんですかね。僕もちょっと分かんないですけどね。あんまりねこういうの使うことがないんで、再三ね、お忘れ物ないようにって言われてたんで。忘れちまってすごい情けないですよね、本当にね。車内はこんな感じですね。お客さん結構降りたんで映してみました。
トイレはこんな感じです。ちょっとね、早降り長かったでこんなもんしか映せませんでした。はい、前面を映してみましたね。かっこいいですよ ね今時の顔ですよね。本日はですね、乗れてほんまに嬉しかったです。はい、熊野市に到着しました。この後、しばらくすると携帯がないことに気づきます。こんなんして撮ってる場合じゃなかったですよね。それではですね、へこみながら撮っている、熊野の花火大会の花火の様子を、ご覧ください。この熊野花火大会の特徴はですね、海の上から打ち上げてるっていうところですよね。なので、水の上から打ち上げてるので、なんかドーム型の花火とかできたりするんですよね。なかなか他では見られないんじゃないかなっていう、花火がいろいろありまして、ちょっとね、見ていただこうかなと思います。今からですね、自分が良かったなと思うものを、ご覧いただこうかなと思います。まあ、気が向いたら、見ていただいたら嬉しいなと思います。今からご覧いただくのはですね、船を走らせながら撃ってる花火ですね。
Thank you.
謎たつみんな。あれが見えたらしくないかな。動いてる。わからん。どれが見えたらいいの。すごい。すごい。まもなくカウントダウンを始めます。9、8、7、6。
ただいまの鬼ヶ城大仕掛け